the freedom of expression。 どうも、ジラングレーのカオルです。ザ・フリーダム・オブ・エクスプレッション今週も始まりました。ジョーさん、はい、さんよろしくお願いします。お願いします。しますなんかうるせえな。うるせえぞ。なんか毎日会ってる感じがしますよね。なんすかね。なんすかね。なんか不思議な感じ。昨日もあって昨日もあったような気がしますよね。確かに。なんかありましたかね。なんかあった気がしますですけど。ちなみに昨日ちょっと夜僕飲みすぎまして。あれ。割と今二日目。あ、本当ですか。はい。なんとなく顔がなんかパンパンになってる。そうですよね。お酒は飲んでないですか。年末に向けて。全然飲んでない。全然飲んでないです。はい、僕は。スカムさんは。もう飲んでますよ。飲んでますか。はい、飲みすぎたりはしてないですか。そうですね、うん、すごい今くしゃみが聞こえた。神がくしゃみしましたけどすごいタイミングでくしゃみが入りました。今週はですね、はい、まあちょっとこう一足早い感じなんですけども、うん、ちょっとこういうネタで言っていきたいと思います。ジョーさんちょっとはい、はい、一足早い、新、語流行語大賞予想ということで、果たして今年の象徴となるワードはということでございます。すでに、この、流行語大賞ノミネートがもう30個実は出てはいるんですよね、うんうん、ただまあ予想をしているところがありまして、うん、まあ、基本的にはもう2020年このコロナ一色みたいなところがありまして、うん、今のところ予想の1位はソーシャルディスタンス、うん、で2位もですね3密で、3位がステイホーム、うん、で4位がコロナ禍、6位がアベノマスク、うん、そして9位に甘エビ、10位の緊急事態宣言、甘ビエ、ね、なんて言いましたね、甘エビ、甘エビってめっちゃ美味しい、美味しいやつ。もうね、ちょっとおかしいんですよ、強いっすね、普通の人。いや、完全に使えるんで10位の緊急事態宣言とトップ10のうち8つが、まあ、コロナに関連したワードが並んでいるということでございます。これ以外にも GoTo キャンペーンとか、PCR 検査とか自粛警察とか、まあ、ほぼほぼ今年の流行語大賞の、ノミネーションに入っているのはこのコロナ関係ということになっているわけでございます。はい、なるほどね。そうでございます。うーん、どうですかお二人的には今年の流行語大賞なんかありましたかね。今年番組的なやつね。うん、あ、番組ね、番組の中でまあ多分あったはずなんですよね。あったはずですよね。いろんな言葉出してくる人いるんで。そうですね。突然ね。まあだからもう流行語大賞というか今年のあの神の なんだろう、そのなんとか語録みたいな感じになってる可能性がありますけど。なんかねいっぱいあったはずなんですけど。だから思い出せない。思い出せないです。思い出せないんですよね。不思議と。神の言ってることって全然印象に残ってないと思う。もしかしたらたくさん言ってる割には。そうですね、なんかあったはずですよね。なんかありましたもんね。いろいろ言ってるでしょ、いいことは。いいこと言ってるかな。いいこと言ってると思いますよ、神は。なんかでもね、神印象に残ってないんですよ。申し訳ないんですけど、神なんか残ってないですか。残ってないな、なんでだろうな。なんかね、結構コロコッと変わっちゃったりするんですよね。そう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 。一貫性がないんだよ、神。そうそうそう。本当に場当たり的なんだよ、神は。なんか時給1000円とかね、紙時給1000円ね、紙のワード、まあ、夜勤とかね、夜勤ね、夜勤とか、うん、ちょっとなんかそのね、カニ光線的な匂いを漂わせて確かに、小林武史的なみたいな匂いをまああとでも番組的にはほら阪神の話題も結構ありましたから、阪神大学、まあ流行語大賞には行ってない。たまにですもんね。たまにですか。うん、トースポさん的ななんかネタとして今年、まあコロナ以外でこの記事は盛り上がったなとかってあったりするんですか。まあでも意外とやっぱ ネガティブなのが多いですね。今年はね。今年はいろんな不幸なこともありましたし、うん、そんななんかトースポさん的おバカネタでこれは跳ねたなっていうのはないんですか。なんかあったかな今年。なかったですか。未だに一面が天竜ですからね。
皆さんすいません本当にこの令和の時代にね、すごいですよ、はい、もう天竜ってまだ現役なんですか。違いますよね。見てる人ほぼポカンとしてるからなんですけど、天竜ってあの天竜源一郎ですよ、ね、そうですね、まあ意外と知ってるじゃないですか、テレビで出たりするんで、何言ってるか分かんないみたいなことでテレビに出たり、長州さんとかもね、そうあ長州さんもね、そうですね、確かにね、電流バットの秘話みたいな、そういうのが一面になるのがトースポですから、なるほど、まあでもそこはやっぱ行ってほしいですよね、ドスポには行ってほしい、そういう、はい、ちゃんと、うん、いやもうこんなもうコロナってもうそんなの当たり前の話なので、うんうん、逆にその天竜さんを押していくっていう、その天竜さんを押していく、天竜さん流行語大賞、流行語大賞今年の流行語大賞天竜ってすごくないですか。トースポでやったらそうなりますよね、天竜とか、うん、あとなんかこうスイカップみたいなちょっとバスト系の中ネタとか入ったりとか、まあ翻って我が番組フリーダムオブエクスプレッションですよ。この人夜勤ですか。夜勤とか僕的にはなんかジョーさんがたまに下ネタ言うのがなんかちょっとありましたけどね。なるほどね、うん、ジョーさんがダジャレ的な下ネタ言うのもちょっとなんか言ったりしてましたよね、うん、でもなんか前回、うん、神谷だいぶ貧乳貧乳言ってました。言ってましたよ。このままいくと今年の流行語大賞フリーダムオブエクスプレッション、ね、貧乳、うん、意外とこの番組あれですね、貧がちょっとねないのかなみたいな、まあ、あんま貧ないですね貧がないのかな、それしょうがないですかね。まあね、やっぱ神が貧がないですから、しょうがないのかなっていう気がしなくもないですけど、カオルさん的になんかないですか、この一言、この今年のこれはもう忘れる、2020年もこの番組を象徴する一言だみたいな、なんかあったと思うんですけどね。あ、でも細島屋はどうですか。細島屋ね、炭水化物、炭水化物、女性、あなたです、私女性好きなやつ完全に私です、どうしても言っちゃうぞ、タンタン僕的にはありました、うん、カオルさんが細島屋でそのラーメン食べてる時にネギを一生集めてられるってことネギを一生集めてられるのあまりの美味しさに、あれラーメンにスープそうそうそうネギがめっちゃうまくて一生これできますねって俺的に結構ね、あ、いいですね、つぼりました、そう、刺さりました、いいですね、ネギを一生集めてられるこの2020年いや、あれでも本当でああいうのこれねずっと食べてられるそうそうそう残ったネギとかそう美味しいです、美味しい、なんですかそれ、もう昔貧乏だった頃を思い出してみたいなことじゃなくて、ネギが好きなんだ、ネギが好きなんで、うまいんですよね、まあいや僕も大好きですよ、うんうん、いや僕も大好き、たまに行ってますから細島屋さん、ね、だから行ってますまだ行ってますよ、あそれでねこの番組を見て来たっていうお客さんが何人かいらっしゃるっていうお店の方が、嬉しいですね、ありがとうございます、嬉しいですね、いやもうだから他にもなんかお店の方でね、そうそうそう、中華とか町中華とか、ね、町中華やりたいなって言ってるんで、またやってくれればね、ねだから来年のこの番組の流行大賞を間違いなく町中華に持っていくぐらい、フリーダムオブエクスプレッションといえば町中華ぐらいのとこまでそこまで行きます、そんな熱はいらないそこまでは力入れっていうの、あ、そうですか、うん、ちょっと入りすぎてるいやでもまあなんだって僕アマビエを甘えびそぐらいです今日完全にもう頭振ると酒がパッチャパッチャ、でも最初この言葉出た時よく分かんなかったですもん、俺未だに分かってないですよ、これ何なんですか、だから俺もあんまり分かってないですけど、あれでしょ、その疫病退散の妖怪みたいなことなわけでしょ、どっから出てきたのか全然分かってないですよ、あの変な不思議なキャラクターみたいなやつですね、うん、俺だからアマビエです、甘エビ、ジョーさん的に甘エビ、甘エビ、今年の流行語としては甘エビどうですか、甘エビって流行ったみたいななんか間違い、初めて聞いたかもやっぱ確かに確かにまあ出てこないですよね、2020年の生活の中で甘エビってあんまりねいやでもなんかコロナ以外のところで生み出したいじゃないですか、そうですね、うん、まあまあそうですね、神なんかあります、神的にはですね、ちょっと頑張ってほしいのは、はい、おじきゅん、おじきゅんね、書いてないですかね、おじきゅん、なんすかおじきゅんって、いやそのほらおじさん同士のドラマとかで、へえ、なんかその要は若い子がその様を見て可愛いみたいな、キュンとするみたいな、そんなドラマあったような気がします、あとあの漫画でもありますよね、なんかそのおじきゅん、おじきゅん、
いや、それいいな。おじきゅん、完全におじきゅんブーム来てほしいですよ。まあまあおじきゅんすけど、そう いやいやいや、もうだって圧倒的におじきゅんじゃないですか。もういや、ジョーさん若いっすよ。いやいや、もうね、ほんと おじきゅん押していきましょう。何でも押してこい。何でもかんでも押してこい。いや、もうね、今日ね、酒がすごいんですよ。酒がすごいんです。いや、まあ募集しましょう。あ、そう、確かに。この番組での、あ、いいですね、それの流行語。あ、なるほど。この番組の中で出てきた言葉を、ね、で印象に残ってるもの。あ、もう僕的にはカオルさんのネギ一生集めてられるわですからね。え、あとその見てる方が刺さったワード、うんうん、そうね、うん、俺あのパーカー好きですよ。あ、トースポパーカー。トースポパーカー、ありがとうございます。トースポパーカー、まあ流行語というか流行の一品になっちゃうかもしれません、うん、嬉しいですね。売ってないみたいですね。売ってなんかね、おかげさまでね、もうジョーさんが来てくれたおかげで、もういや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 、ファッションリーダーのジョーさんが全然ファッションリーダーじゃなんでもないじゃん。ずっと黒着てるだけですから。キャリーパミパミか、ジョー横でなんでですか。じゃあ俺トースポパーカー、ありがとうございます。はい、有効語大賞ちょっと押していきたい。はい、あとで何かおごります。ありがとうございます。ありがとうございます。そこはもうズブズブの考え、はい、ズブズブでいきましょう。よろしくお願いします。皆さんから募集を、うん、募集しましょう、はい、この言葉がこの今年1年の放送の中で、うん、よかったなって、今年は象徴してんじゃないかなみたいな、うんうんうん、いいっすね。まああの、じゃあそれなんかそれって一番多かったものが対象になるんですか。そういうことになるんじゃないですかね。まあでもほら神のご意向とかもありますんで、まあ、一応こっちででもまあ選んで、あ、確かにこれそうやったかもって思うんですよ。そうしましょう、そうしましょう。数が多いんじゃなくて、うん、そういうことにしましょう、ね、なるほど。でその人にはじゃああの、そう、あれラジオの時にあげてたステッカー、ステッカー、おー、プレゼント、はい、おお、いいじゃん、いいじゃん。あの、あの流行語ちょっと違うかもしれないんですけど、はい、あのデュラングレーが配信ライブやったじゃないですか。はいはいはい、配信ライブじゃないや、あのメンバーが選ぶセットリスト配信みたいな、新曲のワールドオブマーシーっていうのをやったら、ファンがみんな北田郎ってやるんですよ。あ、なるほどね。あ、そういうことね。なるほどなるほどね。マーシーね。マーシー、なるほど。マーシーが田代、あれ、それって流行ですかね。いや、もうなんて言ったんですかね。まあありじゃん。いや、まあまあ、ありありはありですけど、うんうんうん、普通の人が見たらそのやっぱあっちの回し、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 そうですね。じゃあ田代入れときますか。まあでもそのファンの方の間ではね、フリーダムの中ではなんですよね。ああ、田代、田代ね、ネットスラングって本当面白いっすよね。あ、面白いっすね。まあ、マーシーの話はちょっと置いといて、置いときましょう。本当ですよ。なんで、まあ、いつの間にかにそんな話になってましたけど。まあね、ダイアモンドエクスプレッションの流行大賞を見たいと思うんですね。はい、応募の方よろしくお願いします。応募は どこに送ればいいですか。番組のコメントでもいいし、はい、自分のツイッターでもいいし、はい、まあ、ツイッターには募集1回かけますんで、はい、その方に、ここに書いてもらえると思います。はい、今週はこれで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ご視聴